アルダツイマージャン「ポロリはバップです」は全4回にわたって放映されます各回60分打ち切りのハンちゃん1回戦を行い各半ちゃんのトップになると PR タイムが与えられますさらにトータルポイントでトップになった方は賞金10万円をゲット失点したプレイヤーは衣装を1着脱がなければなりません衣装が脱げなくなった時点でチョンボとなり8,000点のバップを支払わなければなりません さあ1回戦がスタートしまし,たしました、ね、一回戦は、えー、制服で対決ということでね,ねもう皆さん今制服姿というところなんですけどここからアンジャンの結果によってこのルールなんですけども、うんえー、失点すると要は曲が終わった時点で得点が減った場合はこう1枚ずつ抜いていくと。 ま簡単に言うと、所謂補充するか積もられるか、あるいは能天バップも、あ天候がえた時点で、じゃあほぼ毎曲抜くんじゃないですか。そういうことになりそうですよね。さあ手配の方ですが、いいのは誰だろう。あこのあの早山さんですね。早山さんいいじゃないですか。ちょっと待ってください。これね、これ本当は何を落としていくのがいいんですが、タ単葉を一平こうピンフ赤カというのに入るんで。 ただ多分彼女まあでもこれもねローワン切りも受け入れは広いんで、うん、ただこれあリンワンもいいですね、うん、考えてる、うん、でもこれ何切るのがねいいんだけどちょっと考えてますねローワン、うん、これでシャンポー待ちまで睨んでんますねはい、まあ葉山さんは何と言ってもね今日が ハイに触るのは初めてだっていうふうに言ってましたからねでも逆にこのハイパイとか手を見るとですね、うん、その分なんか月が溢れてるようなイメージがありますよねさあミシクさんちょっと左手を下げた方がいいかもしれませんね七七九という相図が見えますね、うん、さあちゃんと 手の形上がりの形を作れるかなというところがまずはね、うん、早間さんは心配なところだけど、ね、早間さんスーピン引いてくればねあのシゴロの三色もできますからねはいさあこちらが藤田さん親ですねうん。ただ、うん、そうですよねこれもうあの周りの人たちを早く脱がせようと思ったら、うん、積もっちゃうのが一番いいですからねそういうことですだから僕らとしても積も上がり推奨ですよねはいいい形、うん、さあ何引いてちょっと見えないぞチーピンだ これまあつむ切るでしょうねててこの形でもうずっといくでしょうね、はい、さあヒトメンツできました、うん、日野さんです日野さんもいいシャンテン,いいン,テンだ、はい、上の三色までありますよこれ、はい、藤田さんはこれでまた一歩前進しましたねそうですねただこうなるとスピードではもう日野さんと早間さんですね、うん、ちょっと三塚さん苦しいし苦しい白、ね、をなければねまだこれは入れらないですねうんお入れたでも入れた あれお、ここでなんだ。なぜだ。<laughs> なぜだろう。もうそろそろいらないと思ったんじゃないですか。いやそうですけど、これ。<laughs> せっかくのいいシャンテン、をリアンシャンテン戻してしまいましたね。い,いや、それだったら、ローワン持ってる時にね、何切った方がいいんですけど、ただ、これが後でね、うん。ね、<あ>いい方向に働くかもしれませんからさあ。手が伸びてきましたよ、藤田さんも。うん 藤田さんはね本当にこう萩原正人さん、俳優の萩原正人さんが主催している萩原リーグにも参加されてて、ねうんうん、それすごいですよね。あ、いろいろあこれ一回テンパイ、パイで,もでもねまた広くなりましたので、ただねチーワンとか行くと振り手になる可能性があるので、三、うん、ワンかパーワン引いていきたいですね。さあどう差し子があるがパーソトリゾートシー。うん。 さあそしてミシュクさんです。ミさんちょっと厳しいですね。手が進まないですね。さあでもいよいよちょっとこれはそろそろ上がりも生まれそうなそんな雰囲気になってきました,ましたね。何を引くかですよね。だから。うん、お、ちょっと考えた。ああ、目いっぱいにしましたね。うん、これリアンゾーさんとアンコンしての一数ピンがありますか。<は>お、ハクポンだ。ドラがリアンピンなんですね。うん、ああ、じゃあちょっと切りづらいですね。リアンピンね。はい。 シグさんもこれで転敗したこれでいいですカンサにするかシャンプーにするかですね場を見るとパーワンが一枚二枚出てんでカンサンがいいですねこれ今日の目標リーチって言ってたから今がチャンスやないですかチャンスなんですけどこれねリーチかけるならレアワン切ってリーチした方がいいですねステアにローワン出てますしパーワンが場に二枚出てるんですよですんでレアワンを切ってカンサそれがわかるかな考えるシャンプーの方が良さげに見えちゃうかなでもねパーワンが二枚切れてるんではい で、テンパしてますよ、テンパしてますよ。あ、だからやっぱりやっぱりシャンプーン取っちゃいました、ね、リーチだだからこれパーワンがないので <laughs>、うんえー、リャンワンはでも山に二枚いるか。あ、そうなんですね。うん、さあテンパイだ。これドラが切っていけるからですね、このリーチに。ドラが切れるか、ここが厳しい。さ<あ>お、行くそうかなお,お、お、いいじゃん。あ、やっぱ考える。やっぱドラあ、いった あ、やめた <laughs> どうすんだいや、いった,い,たいや、いやかっこいいリーチだいすーそーもいるなさあ、これで二人リーチがかかりましたよお、とあのー、いいシャンテになりましたけど、うん、2剣リーチなんで引きましたねこの辺はミシクさんえっ、ー、と、藤田さんはねちょっとくろうと好みな打ち筋と言いますかそうですね二、うん、人リーチを受けてしっかりとガードを固めるというようなところを見せてきましたけれども さあただおこれでまたチートいつ見えていますか。いいシャンテンですね。えっ、ー、とウソが通ってるんでパーソを切りますか。うんねリーチ後にねウソが通ってますから。はい数字だとパーソまあ絶対安全排ってわけでありましす。お三組あウーピン,ウーピンアリアンピンの方の数字を信用しましたね。ただなるほど。ーーあるんですけど。うん。 ソーズの方が嫌だったのかなでも実際イスウソマイチなんでね、うん、さあリャンワンとパーワンのシャンポンこのリャンワンは二枚あ積もっ,ったー積もたすごいリーズモピンクイーペイコーリーズモピンクイーペーコさあ裏が乗ればマンガです裏ド,裏ドラが見えない裏ドラがなんだ裏ドラは三ワンですね裏ドラがないんで千三百二千六百ですねはいそしてこの脱衣バージャン初の 脱衣シーンがこれから見られるということになります。さあ、いよいよ藤田さんの脱衣タイムということで、あもうなんか撮ってますよこれ。さあ、これは。おっとリボンを取って。だけ？まあ、なるほど。ま,だま,だまあまあ一まま枚目ですから。それはそうですよ。これからですこれから。 さあ続いてはミシクさんの脱衣タイムですリボンないからねリボンないからねあ<え><俺>れどこ脱ぐんですかあれあれ上かなと思いきや今上すごい期待したのに、はい、あそっか靴下もそっか脱衣になるのいましたね靴下あれ両方脱がないの あ両方脱がせてよかったれ両ね両方脱がれ一番熱になりますからね。ということは次はもういよいよというですよねもう逃げ場ないですもんね。靴下を脱いでくれましたミシクナナさんです。さあ続いては葉山凛さんですよ。こちらもリボンかな。おリボンかと思ったらあれ上のこれはリボンないですか,ですかこれをまずは脱いでいこうというところになりそうだ。 あ,あっと脱ぐのか脱ぐのか脱,脱,脱ぎましたよ。い,いやこれはちょっとまた我々の期待のそうですねところに近づいてきたという感じじゃないですか。すね、ちょっと脱ぎ方がね非常にエロかったですね,ね,ですね。さすがセクシー女優というところです。<music> さあトン二曲になります。これで今三人のプレイヤーが一枚ずつ。 そうですね。まあ、脱い。まあ、抜いた。とこまで行ってないですね。まあ、カーディガーを抜いたぐらいかな。はい、はい、はい。まあ、まあ、ただ、うん、あのね、われ世代としても、こう昔のゲームとかでも、ね。うんうん、まだ一回負けたぐらいでは、そんな簡単にはね。確かになかったですからね。ね確,確かに。ここから、焦らしが大事ですよね。ね、はい、まあ、そういった意味で、まさに、こうリアル脱衣麻雀と。いうね。うん、あの、ところが。ピタッと止まるというところじゃないでしょうかか。親の三宿さん、いいですよ。<お>はい,っぱい。 これはすごくいいハイパイ。これもう上がりに近い。あれあれ、うん、あれあもう第イースト切ってるんですね。ごめんね、はい、イース切ってる。はい、先に切って今積もったんです。なるほどなるほど。<laughs> でもいいシャンテンです。はいいいシャンテンです、ねね。積もりさんあ,あでも流派もちもちだ。あららこれはじゃあちょっとうーん流派期待だとね。うーんさあちょっと手悪いね藤田さんね。はいこれはそして これがミシク残した方がいいですねこれチートイーツの方がいけますねうんなるほど、えー、なるほどチートイーツの今イーシャン点ですかイシャン点ですねああ、そうか 葉山さんもよくとはないな、一日さんがちょっと見えるか。そうすると、今度は三宿さんがかなり早そうですか。いや圧倒的ですね。流派もちもちである以上。はい、日野さんはちょっと苦しい。うん、さあ、一目ずつできた。追い過ぎる。ほう。トーンは絞って、イいそうきる。え<へー>。玄 <laughs> 人好み。<laughs> そうですね。で、一通貨の可能性残してい、e、いはもう保持してますから、かなりの手役ですね。あ。うん、さあ、赤持ってきましたよ。はい。さあ、そして。 ここれでこっちもチートイツの場所あるけどイーシャン店なんでねん、うん、チートイツってやっぱりなかなかこう難しい手役といいますかねはいを選ぶ<あ><お>転っしましたチートイツのいやシクさんがもう早くもチートイあっ<お>チートイツの転ンに気づいてなさそうですねこれねあの話しちゃってるんであ気づいてないいやそうそう切ると転ンだったんですけどチート赤市のねうん、うん ただまあ、えー、イペイ高がつくんでさらに手が高くなる可能性ありますけどね。はいはい。ただねこう我々としてはもうあの、うん、手の高さよりも早く上がりが見たいというそういうことですね。<laughs> ところもありますので。<laughs> ちょっと今一歩遅れた感じになりましたね。<laughs> ここはい。ドラがローアンでもチーワンいきました、うん。さあそしてこちらが早間さんですね。早間さんちょっとね苦しいんですよ。うん、あただなんか楽しそうです早間さんも。うんうん ね、こうやってリアルでね打ってね、うん、パワー1を切ろうとして9ピンさ、まあ赤いい、ねはい、持ってきたこれとりあえずはっきり切るでしょう。うん 日野さんんはななかやっぱり真剣な表情ですねっ、ね、って言って言ましたけどすごい今キューピンの例を見て白を絞ってキューピンとよてでとし、ね、手を一回リャンシャン点戻して、はい、もう一度高い手にして戻ってくるつもりですね。<laughs> あの馬場さんあのすげえちゃんとマージャンの解説ができる対局になってますね。<笑><笑>いやただでもやっぱりプレイヤーの皆さんがやっぱりそれだけしっかり打ってるっていうことなんですよねです。特にやっぱり、えー、日野さんと藤田さんはかなりきっちり打たれてますよね。うこれどうするるかかなな合わせるかな あ、それでもキューピーいく。おお、あ、やっぱハク合わせましたね。うーん、ここは一旦ハクを切ってというところになりました。さあ、これどうするか。おお、ちょっと取り付けも見てますね、藤田さんね。うーんこれドラですよ。<お>ドラですよ、どうする。とりあえずローソを切ってね、これドラドラ。

ただこの手順だとどうしてもやっぱり流派狙いになってしまいますねなるほど日野ね発がねもちもちの状態になっているというところもありますから、うん、ああ先ほどローソーを切ったばかりのと,ところだったんですけれども、うん、まあしょうがないですね、うん、これは紡ぎるしかないまあでもやっぱりこう未熟さんのあの形っていうのはなかなか難しい形ではありますも、ね、んね、うん、チートイツはもう まあ視野に入っているとはいえ、うん、いい抵抗であったりまあ初のポンっていうところも見えたりする形なのでそうですねああローピンちょっとなんかしょうがないですね裏目になりましたね、はい、スーワン落としてると、うん、ここでテンパイが入ってましたねはい。まあここはローピンを切っていきます、うん、これ藤田さんドラドラなんで何とかしたいんだけどちょっと厳しいですね、うんうん、三宿さんもちょっと手が止まってしまいましたね、うん まあイーシャンテンはイーシャンテンさあそして葉山さんです葉山さんはちょっと厳しいですね、うん、ここがね早そうなんですけど、うん、ただローソが場に一枚、はい、あここにはねあひと滅できた全身、うん、です全身しましたねちょっと気は早いかもしれないですけど、はい、これ流局すると納点、はいえー、の人が、えー、いる場合は納点抜歩を払った場合は また一枚服を脱ぐと。とあ、展望が出ていくわけですからね。という形になりますからね。なるほど。ということは流局してもあ、これ上がれそうですよ。これあとドラがローアンなんでーウーピンかウ、はい、ーソ。おお、違う。すごい。いや、ウーピンのくっつきも残してということですか。いや、ウーピンのくっつき残してないんです。あ、そうなんですか。これ、ええ、これは要するに差し棒を睨む感じですね。はい <laughs> ものすごくちゃんと打ってますねただね <laughs> これは僕ら手早見えてるんですけど関数層がないんですよ、はい、山にああ確かにだからあのウーソカウーピンのくっつきにしておいた方があの上がりやすかった上がりやすかったんですけど手役を狙いましたねうんまああの藤田さんは非常に手役派だというのねところもありますからね 高い手上がる人ですからね高い手を今作りに行ったそうですねドラドラあ、これいいじゃないですかこれでシャー切ってね、これでリアウォンの受けができればリ派ウハ頼らなくても上がれますからねさあ先ほどはツモ上がりをしているドラさんになったただ関数層の展開なんですがでリーチいくでしょうねこれドラさんですからね層がまあまあ安い場なんですよねただにっこり藤田さん おお,ーお<ー>すごいへでもこれはないですからそうすごいですよこの三蔵切り <laughs> 何かが見えていたのか藤田絵なすごいなこれ多分普通に打ってると三郎湾三蔵の変則三面茶になってますねあーなるほど何引いたたトトンン、ンかえ、え今度ウピを残したでもトン自分で切ってますよ。へー 不思議だ。何か何かが見えてるんですね。見えてるんですよ。解説者に見えない何かが見えてますねこれ。あリーチですねこれ。さあ天配が入りましたシャンポーに取るかレアメイに取るかあれ本当はレアメインに取った方が上がりやすい上がりやすいんですが打点見るとシャンポーになりますね。あでもちょっと考えた。やっぱダテ取りましたね。あと取らない。おー まだまだ悩む。でもやっぱり三万で切てるリーチ。うんまあ、ただ初はもちもち。そうなんですよね。数はも手の中に二枚入ってますので、今上がり牌は山には残ってない形になりますね。んうん、ちょっと残念上がりに遠い方を選んじゃいましたね。うん、まあでも気持ちャ上がりますよねやっぱりリュウハーを積もればマンガンですからね。うん、高い方に取りたくなりますよね。リャウワンだとリーチ赤だけですんでね。なるほどなるほど。さあここどうするか。あ、どこリュウハー出たら危ないですよこれ。 確か完全敗になくてリュだと一発封じゅですようーんどうなってしまうんだろうあただ,だチーピンを選びましたローピン2枚切ってますからねしてはいでうん、うん、確かになるほどさあそして早間さん天敗が入っているのが日野さんですこれもう転敗になるかですねおお天敗ださあカンロンに受けるかウーソタンキに受けるか 中袋のパーソン検距離受けるかの選択ですね。はい。寒ロスも面白いかもしれないですね。しましたね。寒ロスでリーチ。ね、今度は藤田さんと日野さんのリーチ合戦になりました。ロスは二枚いるかな？ロス二枚いますね山に。結構いますね。ね。さあもう終盤ということになりました。このまま二人転廃ということになると、ミシュクさんと葉山さんがまた一枚ずつ脱ぐと。 ああ、なるほど。あ、あー、そうか、三ン切っちゃってんだ。3ピン切ってるんですよね。あーそっか。これ流派危なくないですか、二経リーチ。出ていっちゃいます。まあ、筋でパーソンはありますけどね。宝珠になると、ミシュクさんが一人一枚脱ぐという形になります。さあ、果たしてどうか。あー、そう、そう、そう、筋の方がいいですね。流派しょんぱいですからね。うん、あ、しかししまう。 うん、いやー、ね、しかしこのパーソンいきました。これでいいですね。一瞬で維持しつつ。お、なんか追いついてきてます。ね、うん、なんかねでもまあ終盤か。もう熱、ね、もも残りがありませんので。うんでね、今トータリアンピーですね。はい。はい、ああ、リアンワンなら。積もってましたね。さあそうですね。ああ、こちらもリアンワン。うん、さあ、果たして上がりが生まれるか。それともこのまま流局となるのか。

うこうなるとこれ一人能点という形になりますよ。すね、リーチリーチはかけられないですね <laughs> はい、はい、かけられないですね、はい、次テーですか葉、はい、山さんがねいや角の番のないリーチも大丈夫ということですねお<ー>さあこれがテーです。テーでこれは葉山さんは天敗は取れていませんので。 安全牌を切らなきゃいけないんですが。はい、安全牌がない。うん、ただ、これで今三人転廃ということになってますので。でも、安全牌がない。まあ、パワー1がいいかな、比較的ね。確かに、ありゃんぞ。りゃんぞがね、三枚見えてるんです、ね。はい。これも当たり牌ではありませんので、流局ということになりました。三人転廃、早山さんの一人の点と。いうことに。 なりましたということはこれは葉山さんが一人だけ脱ぐ,脱ぐというこの曲の結果になりました。さあそれでは葉山りさんの脱衣タイムです。 お,おっと<ー>一瞬シャツに手がかかったけれども、えー、まあそうですよね,ね<ー>そんな簡単に我々には見せてくれないということでしょうさっきカーディガンから言ってくれたからね,ねちょっと、えー、期待しましたけどね,ね<ー>さあ首からリボンを外して終了ということになりましたただ次に葉山さんが脱ぐ時にはもう,う、ね、楽しみですね さあトン2局の一本馬ということになります三宿さんの親が続くという形になりましたそしてここまでの脱衣枚数なんですけれどもはい、はい、藤田さんと三宿さんが1枚ずつ脱ぎました、はい、そして葉山さんが2枚脱いでなんと日野さんはまだここまで1枚も脱衣してないと 今,日今回はもう脱がずに、ねはい、勝つっていうようなこと言ってましたからね果たしてそれが実現するのかどうかというところなんですけれどもさあこれでトン2局の一本場3局目ということになるんですよねそうですねただ今京田リー一部が3本ありますんでね、はい、ここを制すると勝負としては結構アドバンテージ取れますね。うんはい、あこれ早間、えーはいま、さんこれ本一いけそうなんですが、うん、ここまで打ち返ったる自敗切るのかな。 ちょっと白虎と。ね、あ、白虎とろなんだ、えー。そうなん。そしたら九品ですね。うん、はい。これで、うまく本一へ渡れればいいですよね。はい。さあ、こうピンズを両面できたのが日、日野さん。藤田さんも赤が入って。まずまずいい形。いいですね。まあ、このペンチはいらないんだけど、まあ、両ピン、お、両ピンからいったか。うん。パワーピンじゃなく、両ピンからいきましたね。換算ピンの形を嫌うような、そんな形をってって。チーピン引きの三面ちゃんを、睨んでるかもしれませんね。うん。 さあそして親のミシクさんはこの形ミシクさんもちょっと、うんうん、残っている形が苦しいかな苦しいですね、うう形すね具形が多いですもんねあ、急ピン切ったんだから残しましたねでもまあできるでしょうはい、ここは急ピンを切っていきます、まあ、日野さんは最近プライベートで数万個上がったらしいですねあ,あそうなんですかへ<ー>なので、かなりこう気持ちとしても上げ上げの感じですよね、はい、気も上がっていると、うん いうところじゃないでしょうか。さあ、マズドリア面できました。ここから自敗を落としていく。あやまさんはこの形。あ、1・2・3。1・2・3厳しいかな。でいい番切りますかね。お、違う。ペンチを外す。どれを切ろうかなというようなそんな雰囲気。うん悩んで悩んで。あ1・2・3はちょっと見てますね。うん。 でもいいそうおやっぱマンズの保打ちの方がいいのかなうんあとはまああのー、あんまりこうペンちゃんとかカンちゃんとか苦しい形を残したくないっていうところもあるかもしれないですね、うん、さあカンパス入れましたはいこれでグッと締まってきました藤田さんですおパスが重なったリャあまンを切るかペンちゃんを外すか思い切って吐くいくかさあどうするリャあまン切っていきました。 あくまでドラは大事にっていうとことで,、ね、ですね。あ、すごいです、これ一気通貫見えてきましたよ。さあ、万頭の本一に伴、ね、一気通貫で、ここで拍を重ねたいですね。三層切って。さあ、そして日野さんはこちらの形。ここまでは、まずトン一局で上がりをものにして、そしてトン二局も天ンを取って、まだ一枚も脱衣していないという日野さんですよ。あそうですよね。素晴らしい。 さあミシクさんがこのローソーを持ってきてちょっと考えています Q1 切ればタンヤオも見えるかなというのはそんな感じでしたかねそうですねあそれしましたね Q1 を選びましたさあ早間さんですおいいところれたおといいところが入ったこれまた日野さんの上がりが見れそうなそんな感じになってきましたね,ね一応いいシャンテンですがただ ピンズのペンチャがちょっと嫌なんですよね。なるほど。ここもチーピン入れてイーシャンテンペンチャの寿司ですねこれはね。ペンちゃん切っていきます。やっぱりあのヒノさんと藤田さんがリードしていく感じになってますね。はい。トーン二曲はまあ藤田さんとそして、えー、日野さんがまずはリーチを入れてという形で最後にミシクさんが追いついてという形でしたから、ね、ここもそんな図式になってくるんでしょうか。 おテンパしただただペン三ピンどうするかですねペン三ピン場には三ピン出てないいきますかリーチピンズがいいっていう場ではありませんが先制打つというのは大事でかもしれませんねリーチに行きました,した積極的ですねえ3ピンなんと山に三枚いますねおそんなに残ってますかさあこのリーチを受けて藤田さんどうするか笑ってます ハル <laughs>、ね、ちゃんねいつも温やかなんですよ。そうですよね,ね。それは本当にね見てる人癒してくれるんで。ん今回の衣装はすべて自前で揃えたそうですよ。そうなんだ。うん。なのでね衣装をしっかりみんなに見てほしいので、えー、私も脱ぎたくないですっていう出てましたけどね <laughs>。自前なんですね。そうらしいですよ。あ苦しいねミシコさんねリアンはもちろん通ってない。 はい、ああ、でも、行きましたねすよ。押していきました。形悪くないですからね。はい。早山さんも。いやい、高い手が狙えるだけに頑張りたいところなんですけども。ーリーチが入って、どうでしょう。まあ、確実にしのぐなら、シャアなんですけどね。ーシャアのあんこ年なんですけど。まあ、イーワンが現物。はい。現物いきますか。イーワンに一瞬手がかかりました。 ただまだま迷ってるリャンピンは打ちにくいですよねリャンピン2枚 2>、うん、縦に重ねて、うん、考えていい、e、まあこれは絶対当たらないんで、はいいいわにしましたさあ日野さんのペン3ピンは山さんまだまだ山に残っているさあ藤田さんも2個2個,2個としながら山を切っていきました だけどこれ全中にチームは来ってるんでかんちゃんの振り点なんですよねああなるほどただまあ確かに打つ範囲がないといえばないんですよねはいそれならもうまっすぐ行こうかというようなところなんでしょうか、うん、三宿さんです早間さんもいやね相当緊張してるみたいですからねねえ<ー>。ねこう,う映像打球が初めてですもんねはいまああの マージャン牌に触れるのも初めて、そう初めてマージャン牌に触れるのが映像対局って、<laughs> ね<え>いやそれは緊張もしますよね。あまり例がないですからね。ちと三ピン一枚ここに来ました。<laughs> まあでももうパーソナルゾボシで回ってますからね。はい、これはいい打ち方だと思いますよ。なるほど。あのローソンの壁を頼りにね、うん。 さあ葉山さんは数ピンを持ってきて考えます、ね、安全杯が、ね、ないんですよ、ね、まあシャアはありますけどねただやっぱりまだこうなんていうのかな、はいえー、降りたくないって感じがあるんでしょうねなるほど今ローピンが日野さんの捨て杯に出てきましたお筋の三ピンがこれで釣り出すことができるかどうかさあ藤田さん考えます 安全牌がない確かにイーピンは危ない三層<相>ローソンの字ですねリーチ後のね、うん、ということは実は、えー、リャンゾーが取ってパーソンも取ってるんで、はい、ウソもいけますねうんなるほどさあ三宿さんが考えてます現物のローソーローソーは当たり牌はにはなりませんさあ葉山さんはこの形 葉山さんももうこれ降りるしかないんですもうシャー行きますかただもうね今まではずっとゲームでやってたということですからなかなかそう降りるということもねそっかあまりあれおいいこれねリャンピンが番に一枚出てるんで壁ですね、はい、ワンチャンスでね。なるほど 切っていきますさあどうかな三宿さんはただちょっとねこうローソーやパーソーを切って引き気味に打っているのが三宿さんですねそうですねまあ受けてるっていう感じですよねはいさあ葉山さんは段は積も切るということになりました さあ残りのペン三ピンがまだあと二枚あるんですよねありますうん何引いた藤田さんですあ,あ一応いいシャンテンになりましたねたとはいえチーワン振り点ですから、うん、このカンチーワンははい考えますウソがいけるんじゃないですかねリアンゾーパーストを取ってますからねはい筋を追ってということでそのウーソーを切っていきました ああ三宿さんはドローンのハ重ねれば勝負ですけどあ、<お>一緒の点になった<進>いやしかも形がいい単品ねあ,あ3品あ,あローピンの筋だからだ当たり牌です日野さんの上がりになりました筋がうまくねああリーチドライチ2600は2900の上がりですということでここは 日野さんが上がって、美宿さんの宝珠ということになりましたので、美宿さんに一枚脱いでいただくことになります。さあ、それでは、美宿さんの脱衣タイムです。お、あら下からいやセクシーっす。あすごいっすね。いやこれは。いやー、我々もちょっと思わず目が離せなくなってしまう。え 中からえそうなのマジそんなことってありますいや普通ないでしょう。えこれ中どうなってんすかえいやなんかこれはちょっと見えてないけどすごくエロい感じがかなりエロいですねはいということで実際下どうなってんのどうなってんですかねちょっと気になるところではありますけどもこれはまたさらにゲームが進んだ後に確認していきましょうということでウシクさんの脱衣タイムでした さあトン三曲が始まりました親は葉山さんになりますいやー三宿さんのスカートの人はちょっとどうなってんのかいやこれちょっと三宿さんにね、えー、そう注目って言う方も変だけど <laughs> はい まあ振ってほしいですね <laughs> この後美宿さんの展望が減れば減るほど,るほど我々非常に楽しみな絵が見られるということになりますよま積も上がりでもいいわけですつも、ね、その上がりでもいいわけですただこれ日野さんが今の絶好調で、うん、まあトーン一曲は日野さんが積もって上がってそして、えー、トーン二曲は流曲となって、はいえー、ここは日野さん天敗でここも脱衣せず、はい、そしてトーン二曲一本場は、えー、美宿さんから出上がりを決めて、ね これでだから、いい感じですよ。いいね。本当にこう脱がずに、この一回戦を戦い抜けるかもしれないですよ。うん、やはり、あのー、きちっと手を作って、うん、あのー、形に関係なく、もう勝利地という勝負に踏み切ってますからね。うんうん、ですね、流局したと二局も、まあ、リャンワンに受けて、はまた、つまがりだったんですよ。あ、そうか、そうか、うん、確かに。じゃ、実質今のところ、上がりの形は三局続けてあったということです、ね。そういうことです これはいわゆる絶好調と絶好調ですだから今対抗できるのが、うん、やっぱり藤田さんになるんですけどやっぱどうしても日野さんリーチを受けて回るというね、はい、状態が多いんでんさあこれは早間さん赤が二枚ね<え>高いですよ高い手ですよ。さあいいですよここ日野さんまたいいですよこれでタンヤオにも迎えるような形になりました仕掛けていくこともありそうですかねまあ、ただなんかスタイル的に そうあのたドラガン言葉なら別ですけどねはい、はい、対応だけでは仕掛けないんじゃないですかね。なるほどさあそして林さんいやーなんかこのおぼつかない感じもまたちょっとこう可愛らしくていいですね。<laughs> いいすねうんさあチュンチュン切るんじゃないですかねはいあのやっぱりあの覚え始める時ははい。 ただだ孤立しててる自配はね、切っんいいです。うん、お、何引いてんだろう三足、三<属>あそっかちょっと三色も考えたのかなアマドラも嘘ですしね、うん、さあここ赤ドラがのうですよねこれね、はい、赤ドラを残してというところでシグ、うん、さんはこの形ミシグさんがちょっとね、うん、苦しい形が続いて、ね、まだメンツがねできてない、うん、ここも苦しいであなんかちょっと統一系っぽくなってきたな、うん、急速切るかな。はい。はい まあ当然葉山さんのねファンの方でねマーじゃあんまり見たことないっていう方もいら,いらっしゃるかもしれないですからそういう意味ではこう葉山さんのねこう初心者がどういうふうに打っていいのかなっていうのもねこう見せてもらうのもいいかもしれないですよねうん、うん、さあチーピンですかねこれはそれともスーワンをちゃん固定するかおおいいそうとしていきましますね。うーん いや、素敵ですよ。あの、うん、この後、どんなつも、裏目がもう一卒もしかないので、はい、どんな、あの、つもにも対応できるんで、すごく柔らかい打ち方ですね。将来的には単品の形も見えるという。そ,うね、そんなね。藤田さんの狙いも垣間見える一台でした、うん。ああ、いいとこ引いてきたね。さあ、ただ、日野さんのスピードがありそうですね。うん、そうなあ、ドラドラだ。いや。<あ> <laughs> これこそね、例えば、ローソあたり、ちしてってもいいんじゃないですかね。<laughs> ドラが側。そう、だから、これで、ドラさんの方、ね。そうです。もう仕掛けても、マンがありますから。 ああ、これは。いや、まるで。ドラを詰まってくる。コドラを引いてきた。これ数ペンキーのがいいんですけれど、ああ、さすが分かってますね。これ三番の受け入れもありますんでね。はい、あ、対応いけますよ。これ対応に。ああ、仕掛けてった方がいいですね。ねああ、ただ、これちょっと周りがかなりスピードアップしましたね。うん、各プレイヤーのペース。スピードが上がってきました。ちょ若干速水さん遅れてますけどね。うん、さあ、テンパイ入るかどうだ。ーーあ、これチーズですよ。ローソー。 クロスチーですよ、これ。しない。しないんだ。おお、しません。せっかくないですね。<laughs> 面前で仕上げようってことですね。<laughs> うんそんなこう。し,しかもチ。チーピン引っ張ってるのは、ゴロチの三色も見てますね。ああ、ゴロチ、六チッパ高い,っていです,ってますね。今のなんかチーピン切っちゃってもいいんですけどね。はい、単品三色、ドラ三。ああ、天敗だ。ーだリーチだ。ウッパーワ さあ日野さんからこれで日野さんは、ね、4局連続リーチですね。ウッパーワンです。さあ藤田さんはこれでちょっと一歩遅れたという形になりました。おでもチーー筋ですね。はい、だからこのパターンが多いですよね。あの藤田さんの手がとどんだところで日野さんのリーチが入って受けざるをえないみたいなね。なるほど おペンすれただからもうリーチかかっちゃってるからなここから前に行けるんでしょうか、うん、一応チーピンが通ってるんでチーピン2枚落としですか、はい、うんおおもう葉山さんもここは行かないあっと考える、えー、あ、行,行きましたよここは思い切って前に行くちょっと肺がこぼれちゃいました一発目の詰もしはチーソー いやーここまでまだ1枚も脱衣していないという日野さんですただちょっと日野ファンにとっては寂しい、ね、そうですね日野さんのファンはちょっとなんかうん、うん、って感じですね、うん、応,応援してるけどもなんかちょっと物足りないという感じになりそうですよね,そうそうすねさあこれチッピー2枚落としですか早山さんですあ違う何を切るのかな考えてますけど いや、マンズはね、リャンマンしか切れてないので。はい。おお、チーワン行くんだ。チーワンをしまった。またしまった。<laughs> チーピンが通ってるんですよ、ね。迷う,迷う、迷うん。チーピンが通ってるから。うん、チーピンの方がいい。あ、いい。いいそう。は、まあ、三三の出が早いっていうのがちょっとあるかな。うん 藤田さんはこの形チーソがね通ってますんで、うん、あるいはチーソの壁でパーソっていうのもありますけどね、はい、スーピン,ーピンあ現物ですごめんなさい、スーピン現物でしたねさあそしてミシクさんミシクさんはもうすでに二枚脱いで ね、果たしてその次がどうなるのかというところがね非常に気になるそんな状況になっていますので逆に言えばフル枠にいかない状況ですよね <laughs> そうですよ放獣しちゃうともうね,ね後がないというような感じになっちゃいますから、うん、さあ藤田さんはこの手いけるんでしょうか行きたいところですけどねドラさんだから行きたいんだからちょっとやっぱりこの今勢いがある日野さんのリーチには引き気味になっちゃいましたねうーん確かに。 あ、早間さんですさあウッパー1はどうでしょう手の内一二三枚はい場には出てないですねおー山に五枚いますよじゃあ,あららららこれはかなりの枚数が残っているいあ、これいくかないいシャンってなりましたよいいワンいけるか明日ター三蔵現物かまずは三蔵から蔵ただねウソがゼロはい パーもももちもちですねだから非常に上がりの可能性低くなっちゃいましたねなるほどさあそうなるとまだ山に5枚も残っている日野さんのリーチの上がりがまた見れるのかというようなところになってきました、ねうん、さあ藤田さんはちょっと苦しいかな。 一応リーチ後にウーピンが通ってるんでパーピンは筋ですけどね今一番脱げるシンガーソングライターということでね小売り出し中の藤田さんなんですけれどもキャッチフレーズですもんねあここにパーワンが行きましたね一、はいうん、枚これで減りましたこっからは出ないですからね西久さんです 毎日ラーメンを食べているという飯倉さん、ただでもね、<ー>プロポーションは非常にいいプロポーションを持ってますからね。素晴らしいですよね。今いいワン行きましたね。はやまさんです。はやまさんはまあ、セクシー女優としても活躍されてますけども、某有名メーカーの女子社員ということで、経理部に所属していると。え、そうなんですか。ええ<ー>、はい。ウィンナーが好きと。 <laughs> いろんなものを連想させる感じですけどね <laughs> ええー、でもお仕事されてるんですねそうみたいですよ三番はえ三番も取ってないぞすごいないやーここはもう,もうみんな脱ぎたくないですからね、えー、これ以上は <laughs> さあ藤田さんもこの高い手 なんとか前に出たいというところなんでしょうか、うん、先ほど E1 通りましたからねた,ただウッパーソがないんですよねそこがちょっとねまあ本人はもちろんわかりませんけどねはい筑さんもちょっと形苦しいでしょうかうんあのまずねこの段階で相図の部分の二度受けが残ってるのは非常に上がりづらい形ですよねなるほど あ,あ,早間さんあ,あこのパワー1は当たりあれ危ないですよでもね他に安全パーウーピンが取ってますねウーピンチーピンが取ってますねうーんただそのパワー1をずっと持ったまんま考えてますもう一度触るさあこのパワー1が出ると日野さんの上がりとなりますがここは出ない我慢しました簡単にはいかない葉山麟そうですね 粘ってますよねはいさあ藤田さんですそして三宿さんはもうちょっと天敗も苦しいかなという感じさあ早山さんはスーソーを切ってさあまだ上がり牌いっぱい残ってるんですよ三、ね、枚残ってますよ日野さんが配定ですあそうなんだあら配定にいるかな 入っていたら羽マンからですからねいやどうなるのかあれ入ってるつもりと三人脱ぎそういうことですよあーなるほど羽マンを上がって3人脱ぎそれ,それに期待しましょう見たいですね,ねあじゃあみんなしっかり降りましょうさあここはしっかりと、ね、いやこの段階で三枚生きてるとかなり優秀な町ですからね、はい、いやそうですよね下さんは三ピン切りさあまだいるぞ まだ三枚残ってる。まだ三枚残ってる。入っているか。ウッパバンどうだ。さあいるのかどうだ。ああ<ー>惜しい。あ九安でした。でも一人天敗だ。あこれ一人天敗ということは三人抜きということになりますね。別につまがりしなくてもいいんだ。よかったですね <laughs>。よかったっていうので。<laughs> よかったですね。<笑><笑>ということで,でここは日野さんの一人天敗ということで三、えー、宿さん、葉山さん、藤田さんが一枚脱ぐということになりました。 さあそれではお楽しみの脱衣タイムまずは藤田さんですけれどもあでもなんかこのポーズいいですねいいですね素敵いやセクシーなポーズで、ね、靴下を脱いでということになりました<ぁ>さあ藤田さんもこれでい,やいいいやですねこれ次は果たしてどこを脱ぐことになるんだろうかということで楽しみです <laughs> さあトーン4曲の「 一本馬ということになります親は日野さんということになりましたさあそしてここまでですね、はい、藤田さんが、えー、今まで二枚脱ぎましたそして三宿さんと早間さんが三枚ずつということで、はいえー、三宿さんはもう下はねこう,もう水着姿になってきましたそ,うです、ね、そして早間さんはもうね上半身が水着姿で あの G カップがもうあらわになっているというところになってきましたよ本当わがままだなって気がしましたねわがままだなというところがわかりましたかわかがままだな感じがそれまであのねぶらス着てる段階ではあれっていう感じだったんですけどねいやこのいやすごいねこの G カップですよいやこのワイプを僕はもうずっと見ていたいともう手配があまり目に入ってこなくなっちゃいますけれども手配はですね実はですね藤田さんがいいんですよそうなんですかこれこれです おーいいですね,ねこれ藤田さんとしてもね今のところ上がっているのはもう日野さんだけというところ,ところになってますのでちょっと<や>日野さんにもね脱いでもらわないとね確か、ね、にねもう日野さんのファンが今か今かと待ちわびて待ってますからね。今ちょっとワイプで早間さんの <laughs> 胸付近にグッと寄りましたね。 あ、あでも,その差も、佐野さん<あ>も、すく、手になってきてるな。うーん。うわあ、ハイパイはいいんだけど、藤田さん、ちょっとツムは効かないね。うーん、なるほど。さあ、これは残して。はい。もう、目一杯にいくなら。はく、うん、ですね。七、はい、地球もあるし、チートイもあるし。うん。あ、ただ、救世行きました。まあ、これでも、全然いいですね。はい。六、七と思ってますので、両面の形は残っています。うん、いや、もう、だって、今。うん ワイプだけじゃなくって <laughs> この手配の隣にまでもこの胸がね <laughs> 出てきてる感じになってますからねぶいそうですよねまあジャンパすごいすごい <laughs> さあここ面白いこれペンチ落としましたよ、うん、ちょっと大きい手狙いに来ましたねはいあいいローアン引いたいやこの高い手になりそうだ小さいとかあんになったら三個ですからね、うん、藤田さんはまあこの一回戦も非常に高い手を狙ってというようなね、うん、そんなシーンが目立ちますからね いやあこれはまさにパイとパイの共演という感じでしょうか。<laughs> なるほど。非常にいい眺めです。ね、パイとパイの共演ね。共演 <laughs> ねこれもう日野さん数万個まで選んでますよ。うん。藤田さんももうそういった形になってきてるんじゃないですか。藤田もそうですね。藤田さんも三個だただ、ね、赤が赤ウピンあるんで。はいはい。はい、まあ。 やっぱ上がりたいでしょうからね打点よりはまずは一度上がってそういうことですね上がりやすさ優先するんじゃないですかねもうすでにこれは早間さんの手配ですけどあの E ピンを右に置いても切る気満々ですからねなるほどこの次に移ってくる感じですねこれですねここですねもう E ピン右に置いてますからねあ、これで一ピン切るじゃないですかここで赤ウーピンも使いながらタイヤをもつけてそういうことですねなります いやミスクさんちょっとツむ聞いてないですね。苦しいですね。いやこう早間さんが今あの問い面の山からねあの灰を積もってきてるという感じになるんですけどそうなるとこう一旦こうぐっと前に出てきてなるほどそれでぶつかりそうになってますね。早めにカメラを切り替えていただきたいです。ありがとうございますけど。詰まってくるとこね。詰まってくるところねそこはねそこは大事ですよね。さあ何引いたお これでさらに三アンコン、まあの形、ね、だからまあとりあえずチーワンですかね、うん、なるほどまあ思い切ってウーってのもありますけど、はい、まあチーワンが妥当、うん、だからその場合ローソン引いちゃうと単位は赤だけになっちゃいますけどねあ<ー>行きましたねやっぱり高い,いったやっぱり高いって作りたいんですね、うん、藤田さんはいいじゃ素敵ですよねただただ一手奥になる可能性ありますけど、うん、はい でも一発で日野さんをまくるオーモレチャできるかもしれませんあー来たおお積もるシーン要望に応えてくれましたさすですナイススイッチングですこれはドラいらないか太陽系ですからねうんそうですねあでも残したさあここですお来たおーっとこれで四枚目のローアン反感するかな手堅くいくならチーソ切りってのもありますけどねはい 6七の両面の形を残して、ね、ということですがいやー先ほどウソを切ったぐらいですからここはもう思い切ってあただまずは g 1へえすごいね転廃してから安価する気なんだうんそうですよねいやーこの葉山さんはちょっと手配は苦しい形ですが我々としては葉山さんが、うん、まあ積もってくる瞬間は楽しみい、ね、あ,あこれでだ安拝だ。安寒だ安寒だ さあ、どうする。アンカンでしょう。ここは関東。あ、ローアン切ってのリーチです。えー、見せませんでした、ローアンの。なぜだろう。形、チーソー数は、ただこれ積もれば高いですよ。なんでアンカンしなかったんだろう。リーチ、タンヤオ、ツモ、サンアンコそしてドラムを使っています。さあ、藤田さんが、ここで大きな手を決めることができるか、そして藤田さんが上がれば。 3人が脱ぐという形になりますので,です、ね、積もれば3人が脱ぎますさあスーアンとチーソーを見てみましょうチーソーは1枚スーアンは、はい、スーアンも1枚ですねおなるほど1枚ずついますねまだ山には残っているさあそしてこの手に葉山さん三宿さんあたりが飛び込むことになるとこれはもう4枚目ということになりますので4枚目の脱衣ということになると。 いや<う>どんな姿になるのかというのが我々としても非常に楽しみになってまいりますあでもね今見たんですけど、はい、ローアンカンしないから打ちづらくなってますよねーこれローアン暗ンしてしまえばスーワンがちょっと出やすくなるあるいはパーワンが打てるとあの要するに今もうミスキューさんが安全牌が困っちゃってるんですねそうですローアン暗ンしていればパーワンがこれ全部打てるんですけどねはい なるほどこのパワー1三、うん、枚 1> これが危険に見えてしまうと逆に見えますよねん,なんか意味ありげなチワ1ローワン切りですからねはいさあそうなると困った三宿いや本当困ってますよ三度現物かさあ三宿さんどうする9ピンを切っていきましたあキュ9ピンも現物ですね現物切るしかないですもんねうんさあ日野さんです これちょっと戦えそうな人がいないのでそうなると藤田さんの上がりがちょっと近づいてきましたか、まあまあ、藤田さんと山野の戦いってことになりますかね。はい、まあこのまま流局で一人天杯ということになるとやはり3人とも,とも、ね、別に上がらなくていいわけですね上がらなくていいとっこわれわれてことは我々的にはだからまあ藤田さんとしては上がりたいそうでしょう いや、この手本当に上がれば、大きな得点になりますから、ね。あの、今、親番が日野さんですよね。はい、積もれば、日野さんからも。うん、あの、ポイントが出て、いやね、あの、親っかぶりが出てきますんで。はい、これ、あ。積もると、逆転じゃない。ですか逆転か、晴れマ積もなら。そうですね。リーチ、タンヤオ、ツモ。三個。赤一。唯一ね、ローは暗槓してると思ったドライパー乗ったかもしれない。<laughs> そうですね。<laughs> さあ、困っているのは三宿さんいやん本当に困ってるよね。あ、もう現物切るしかないですよね。これ以上、宝珠ということになると、あられもない姿を見せることになってしまった。あ、ここでスワンが出ました葉山さんが宝珠リーチ、タイヤを赤。えー、5-2ですか。そうですね。ね 五千二百点の上がり、そしてこれは葉山さんが四枚目の脱衣ということになります。果たしてここからどのような姿になってしまうのか。<noise> さあ葉山さんの四枚目の脱衣タイム果たしてどんな姿になってしまうのか。いや下に行きましたね。下に行きました下に行きました。いやーもうすでに現になっているバスト九十センチの G カップそこからさらにお<ー>おーっと水着姿になりました。 素敵ヒップは9 2センチこの豊満なボディがついに我々の前に姿を現したということになります次振ったらもっとすごになるわけですねいやー楽しみになりますねなさあとということになります2度目の親番が回ってきました藤田さんです。 そしてここで残り時間がもう９分ということで、あまあおそらくこの一曲が最後になるのかなというようなそんなところになってまいりました。９分ですか残り。はい。いやーあれですねあと２曲ぐらい欲しいですね。うん、そうですよね。だから早い順目で上がりが出ればもう一曲って感じですね。はい、そうですね。さあ果たしてあと残り曲数がどれぐらいあるのかというところも注目なんですけれども、うん、まあなんといってもう早間さんがね。 完全に見つめ姿になっているというような状況ですので、で次が見たいですからね。そうですよ。ですので、まあできるだけ曲数をね、うん、増やしていきたいと。そういうとことです。これもありますけれども、ううさあ果たして。うわ面白いで入ってきた人いるよ。おおこれは。れ何本シャープンペーパーねと持ってきた少数しいですね。いや役マンがもしかしたら見れるかもしれない。ないトンがねまだ山に三枚いますんでね。うんうん ともかくこういう時は、うんはい、もう積極的にポンポンと仕掛けていった方がいいですねうーん果たしてどのような結末になるんでしょうかただそれ以前少、まあ、数手もさることながらあの手、はい、あの本陋問いというまであります本陋頓一問いというまでありますね何か出ましたよ、うん、さあ日野さんが仕掛けましたまあスーンでしょうね、まあ、パワーからいやーこれはすごいハイパイでしたね1回戦からもしかしたら役満が見れるかもしれません いやーまあまあそれぞれのプレーヤー役満、うん、ボディーの持ち主と言っても過言ではないんですけれども <laughs> うまいっすねやはりこのね手配の中での役満というのも見てみたいというところですよね,ですね。どうしても映像対局って、はい、国士とかスワンクが多いんですけどこういう少数 C 系ってね、うん、なかなか出ないんでちょっと見たいですねあこれ1ピンあ二2ピン出ないか。 とんとんですねこれはね一ドラですからね,ねあ一品ドラなんだそうなんですよじゃあ日野さん別に小数字やると相当高いよこれそうなんですよねバイマンぐらいまでいっちゃうあここ赤赤だ赤赤になりましたさあこちらも手の形はいいですよいやこれ切るでしょね。さあ日野さんは<お>役配としてはペイとなん。 親の藤田さんいいシャンテンになりましたよただ打点がない、うん、どうするああいいですね<ー>ペンチ外していきましたね、e、いいしたはい、いいシャンテン取らなかったですねはいさあそして三宿さんはこの形三宿さんはこの一回戦はまあ終始苦しい形が続いていますそうですねーおおパーソを切るお,ンっおっ三ピンが来てきまし、まあ、パースでしょうねこれは、はい さあ、葉山さんもここは手の進行、うん、いい感じですね。そうですね。あの形悪くないですからね。うん、日野さんはこの一回戦はここまでまだ一枚も脱がずに。来ています。そうです。まあ、あの本人もそのつもりで打ってますからね。うん、なかなかそう思ってても。詰められたりね。うん、モーテンバップで。こ、はい、れ、えー、どうしたんでしょう。ちょっと考えてますね。はい<あ>、一枚積もってきました。うん うん、これはいらないですね。はい。じゃ、注目。あら、引かないね。ここはもうシャーかペイ、あんこにすれば、よりちょっと。うん、あ、可能性出てきますねはい。さあ、藤田さんです。そして、未熟さん。あ、このペイポンですね。うん、このペイを。ポン。しました。日野さんです。です、そう一応、本一ちゃんた、なん、ドラザラのいいシャンテンですが。高い。高いですよ。<laughs> ペーも役でだから役杯で本一ちゃんとドラドラただなんかそれだけじゃ物足りない手格好ですけどねうんトンを持ってくるなりシャーをあんこにするなり<え>ちょっと我々としてもそちらの役ンも見てみたいよというようなところになってまいりましたさあウーワン引いた高い手なら9ン切りですがどうする考えています葉山さんうんちょっと首をかしげる。 これもまた可愛らしい。うん、ああいうって前という話ですね。うん、いやー、トーン引いてきてほしいな。そうですね。まだまだ山に残ってますもんね。三枚いますからね。あれ、今何引いてきた？ちょっと見えない。ペイですね。ペイか。さあ、緩落そうきましたよ。ミシさんもこれでゴ、ね、ロチのね形になってきましたね。ゴロチなれば高い。イージシャン店ンです。 こちらも手が進んでいいシャンテンです広さはチーワン切りですね、はい、それがわかるかなさあちょっと困っているようなそんな早間さんちなみに三宿さんまだレアシャンテンですねあ、三宿さんまだレアシャンテンですかです、ね、失礼しました何引いたうわテンパったおっとこれでテンパイだシャーとイーピンのシャンポンこれでもうすでにハネマンのテンパイになっていますあのイーピンが出たらバイマンじゃないですかあイーピンはバイマンか いやー高めば今のこのテンパイ高めばやっぱ安め晴れまんってすごいっすねすごいですねだ <laughs> たら役番の可能性もあったからなまあしょうがないですねこのテンパイあテンパったおテンパイだ,イスピンださあ,あ葉山さんおリーチ行けそうですよ今日の目標はリーチを言うことと言っていました、うん、トン一局ではリーチかけられましたさあそしてここでしかも待ち悪くないイスピンリーチですイスピン、うん、あから 彼女が上がると脱ぐことはないのか。そうなんですよ。それはちょっと残念な気もするんですけど。さ日野さん言ってますよ。日野さん前に、ここはもう日野さんも。まあ、もうね、引く手じゃないですからね。さあ、つ、つらいな、ここか、引きますか。アラスカさんは。ピントオフじゃない、これ壁ですね。ワンチャンス切っても。苦しいですね。お、これいいシャンテンです。いいシャンテンです。はい。チームは一応現物ですけど。はい。 しし一応チーワン切るんじゃないかな赤ウーアンどうせ切りたくないでしょうから、はい、お赤ウーアンを切りましたよ<る>へえって2人で言っちゃいましたびっくり <laughs> <laughs> さあただここは2人がテンパイ入っています一数ピンそしてイー,スイーピンとシャーのシャンポーン果たしてここで上がりがあるんでしょうか葉山さんとしてもね初めての上がり取りたいところですからね 三ピンはもう切らなきゃダメですよリーチをかけてるから。<laughs> ちょっと待ちがね今。ねもう一回確認してしっかりと。おお追いついてきた？追いついてきましたよ。追いついてきましたね。はい。これ藤田さんも。参入できますよこれ。<あ>何引いた？どうなマンズは大丈夫。ああチーピン。 これは行くあ、行ってる。あ、行っここは力強く押していきます。あ、テンパった。ああ、藤田さんが追いついた。ローピンと、えー、スーソのシャンポン。闇天。まあ、スーソーが場に一枚飛びで、手がれもあ、テンパった。テンパイだ。こちらもテンパイ。あ、でもローピン当たりです。あ、そうかパ。パーピン切れば大丈夫ですけどね。あ、でもこれシャンポンの形にしか気が付いてなさそうですよ。パーピン切ればカンチーピンですけど。はい。 ロローーーピピン、あーロピンあがリーチしかしこのローピンは当たりはい藤田さんの上がりになりました。時間はというわけで三宿さんから藤田さんへと展望移動ということで三宿さんが4枚目の脱衣ということになります <music> さあそれでは三宿さんの4枚目の脱衣タイムあっと上の 部分に手がかかってーい,いやーこれもまた素敵素晴らしいボディーが我々の前にあらわになりましたあー恥ずかしそう <laughs> かわいいですね,かわいいですねさあ三宿な々さんも水着姿ということになりました <music> さあ何一曲一本羽藤田さんの連チャンということになりましたいや我々の望みが通じたのか時間内に上がりが出てうもう一曲ということになりましたね しかも、あの、みしくさんとね、はい、早さん、どちらも水着しかないですからね。そうですよ、これは果たして、うん、もしこの二人がまた脱ぐということになると、どうなるのかと。つまがりですね。つまがり、つまがりしかないですね。いやもう、日野さん、藤田さんあたりが頑張っていただいて。うん、そうですね。積もっていただけると、二人の姿が。 でもね、だもっと大事なポイントがあって、はい、結構取っ払いのもそういうことになってるんですよね。<laughs> 私点数あんまり関てない。<laughs> <laughs> <laughs> だから、うん、あのもう一上がりでニュルクホールあたりで、うん、もう逆転までいってるんじゃないですかね。そうなんですね。えー さあ果たしてトップを取るのが誰になるのかと,とあとのは誰になるのかとの <laughs> <laughs> ともね合わせてこの最終ほぼまあこれが最後のいやーそうですねもう残り1分とか言ってましたからね、はい、いいとこ引いてきましたよ葉山さんがこれは上がれるかもはさあ葉山さんただ葉、まあ、山さんが上がるとしても、うん、積もって上がってもらえば今度は三宿さんがというような、ね、そういうことですよねここなりますからさあ期待裏切らないかあ統一が。 藤田さん、チートイツ得意だっけなチチートイツにチートトイイツはね難しいんで、はい、ああいいとこ引きましたよ<っ>これシクさんもこれいけますようーんさあシクさんは、えー、これ一気通過がちょっとあるんですけどね本一もあるんで、はい、えー、あっ ここで制限時間ということになったようです,ですこれでこの曲でなるほど終了ということですので大事な一曲ですねさあ果たしてトップ争いそしてあ、イーシャンテンにな次がどうなるのかというところが注目ですさあただ早間さんイー、はい、シャンテンイーシャンテンですいやあそしてあ<ー>、チートイッのイーシャンテンチートイッのイーシャンテンですよ赤赤チートイッこれ逆転の手ですよおおなるほど いやトップ争いも非常に注目です、うん、さあそしてミシクさんもこれはまた前進という形ですねここだったらチュン切った方がいいですね、うん、チュン切っていきましたここテンパいるか入んないさあ葉山さんも水着姿で奮闘してもらってます<お>さあここでトンが出た上がりやすい方の形を選びましたね、うん、トンとイワのシャンポンでは え難しいかもまあいワンが場に1枚出てるってもあったんでしょうね、はい、そしてトーンはもちもちでしたから<あ>これはいい選択だったかもしれませんなるほどこれローアン切るんじゃないですかねメンツ戦の可能性も出てきましたからね、はい、さあそして同じく水着姿になっている三宿さんとりあえず3椀来てリアンシャンテン後継、うん、残しますかこのチーピー残しますかうん目、ね、メイぱンにしておきましょうはい さあ、これでまた少し広くなったのは日野さんです。すみさしですね、狙いがね。チートイツどの牌を残すか。うーん、みしくさんはちょっと迷いそうなツモがきましたけども。まあ、裏目なしで、あれするなら、トン切りですね。はい<れ>トンはもう二枚。出てますからね。らねこの二枚落としていく方が、どんなツモにも対応できますけどね。う さあこの三宿さん考えてここはローピン切っていきました、うん、さあ葉山さんおっこれはまだチーピンを切ってさあ日野さんですここはただ藤田さんがいいシャンテンという形なんですがただチートイツ決め<ー>打ちましたねもうめっちゃ見ないですねなるほど

いやーここは果たしてどうなるのかさあ日野さんもうん日野さんもちょっと形は苦しいんですよね、うん、そういうことですよね藤田さんはこのローワンはかぶってしまいましたうーん痛い、うん、今スーピンを引いてきましたね西工、えー、さんはそのスーピンをつもぎりました 山山さんはお,おこれで一歩前進いや転廃転廃しました転廃だ関数層なるほどただ待ちがねドラ表示なんで数層がねはいまあ一回数ワン切って手刈り待ちにしますかねうんいや考えてる間<お>ワイプが長く抜かれますので私たちもじっくりと鑑賞できます <laughs> あーさらに見やすいようにしてくれましたあーかわいらしい 行きましたかリーチに行きましたりを取るに行きましたかカンスソどうだスッソーですスッソはここに一枚ドライヤに一枚ここにはあ切ってるんだねスッソねあチーピー痛いああかぶっこれは痛いねちょっと残念そうな藤田さんあスッソない山にない山にないですかないですいやそうですかただみんな降りちゃう可能性もあるんで いやこれュ宿さんからもし出るようなことがあると非常に我々としては楽しみなシーンが待っている<ー>ということになりますけれどもさすがに出さないと思いますけどまあ<え>手配の中で使ってますからね,ね流局する可能性が大になってきましたんでそうすると一人能天ということになると一人天杯ということになるとそうですこれはもう日野さんも初めてこう一枚脱ぐということなりますからね ああ三宿さん、いやもう三宿さんもこの水着姿ですから我々としてもこの三宿さんとそして葉山さんというのはねこう上茶下茶という形になってますのでうん、うん、非常に我々としてはワイプの映像が楽しみというような並びになっていますよあ確かに,確かにいやー考えています三宿さん考えれば考えるほど我々としてはこの水着姿を堪能できるというような時間になってまいります。 いやでもこのままだと本当にまずいですよ三久さんね。さあただ日野さんが一個で一歩前進ただパーピンが打てるかですねお行きますよもうこれはらまあ1ピン3枚見えてますけどただねトップ目だから打ちたくないじゃないですか、ええ、ただもう日野さんとしてはね1枚も脱ぎたくないということですから脳天<ー>も許さないということじゃないでしょうかなるほどそっちですねですトップを取るということより、はい、脱がないということ1枚も脱がないなるほど。 何しろもうリーチかかってる以上ノーテだと脱ぐの確定ですからね。そうなんですよ。じゃあこれ終年テンポ入れるかな。数走は山には残っていませんし、日野さんも使える形ですから。うん、まあ日野さんから出ることはないですからね。はい。さあとは三宿さんが追いつけるのか。<お>これで一歩前進。はい。イーシャンテンです。イーシャンテン。ト同士ですね。 現物のトンを切って両面両面のいいシャンテンにすることができますがここは少し考えてくれています我々にもちょっとその水着姿をじっくりと見せ,見せてあげようということもあるんでしょうか <laughs> <laughs> いやかなり面積の小さいね,そうなんね水着ですからねいやいや考えていますうーん。 835884というプロポーションの三宿さんあでもこのリャンソ6九棟悪くはないんでなリャンソがちょっと薄いか<あ>でもテンパはししきたいんでしょうねはい藤田さんはこれはなかなかちょっと天イ厳しい感じになってきたがチートイツのいいシャンテンがずっと続いています。そんなチート率は このイいシャンテンが難しいんです。イいシャンテンからどのはを残すかね。はいはい、さあ、ウーピン。あここでちょっと狭く受けるか。いや、何のポンに備えてるんでしょうね。これ、ね。ああ、なるほど。はい、それなら役割のテンパイも取れると。うんね、さあ、日野さんはローソンを切っていきました。はい。これで、あの、何のポンもできるイいシャンテンですね。はい。さあ、藤田さんです。 いやーこのね,ねチートイズのいいシャンテンずっと続いてるんですよねしかも赤赤でねトップ逆転の手なんですけどね、はい、リーチもかかってというような状況で非常に苦しくなっていますただ能天ですと脱衣も待っているということで、うん、ここは強気に押していかなくてはいけませんさあ三宿さんのいいシャンテンはどうか引きませんねこの両面両面がここも天杯を早く取りたいところです 山山さんの上がりはもう山には残っていませんおっなんあこにして天敗だ寒三相ただ三相直前に打たれてるなるほどあーもうこの三相は厳しいかさあただ天敗は取らなくては脱衣が待っていますローピングが打てるかあー打ちましたねここは思い切っていったただ買うそうはない あ、肝酸素はない。肝酸素ない。肝酸素も厳し、どっちに受けても厳しかったのか。嘘だけ一枚あったのか。あ、テパったお、テンパイだ,パイださあ、ミシクさんもテンパイとなって、これはリーチを考えているか考えてますね。嘘いますよ。リー,リーチだリャンウいや、どっちもいるいますね。あ、リャンウゾーはないんで、嘘ウソはいますね。 さあ、葉山さんは何を持ってきた、パー1です。問題はここですね。この、日経の位置いけるか。はい。ローピン、あ、ローピン行けますね。ローピンゲームズ。はい、一枚も脱ぎたくない、はい、日野さんはもう、ここは前に出るか。さあ、ここは藤田さんも天廃しないと、一人だけ、こう脱ぐと。いう形になりますよ。さあ、残りのツもも少なくなってきた。早山さんはこれが最後のツもでした。おお、日野さんは天廃を取り切った。 すごいね。ここは藤田さんは天敗取れません。<ー>ここは一人農天という形になるのか、それとも西シさんが上がるのか。ハイテル積もればね。はい。ハイテル積もれば三人三人,人を抜くと。運数一枚いますよ。<う>さあハイテル。ハイどうだ。いない。<ー>ここは一人天敗とあ一人農天という形になって。はいはい 西久さん葉山さん日野さんがテンパイを取っています。ということでこの曲脱ぐのは藤田さんということになってそ,、ね、そして、えー、このはんちゃんのトップは日野さんということになりました。はい、それではこの後藤田さんの脱衣タイムです。<noise> さあ1回戦最後の脱衣タイムは藤田さんお,おーっとこれは上をブラウスをボタンを外して水着姿の上半身があらわになりましたその強めの心臓があらわになっていますはいバスト90の G カップというところがあらわになりました さあというわけでババさん一、はい、回戦の対局が終了しましたけれどもいや興奮の一回戦でしたねいや本当にもうこれ一回戦からこんな感じで我々最後まで持つんでしょうか、はい、いやちょっとねかなり厳しくなってきました、ね、もうマージャンを見るべきなのか、はい、マージャンを打っている姿を見るべきなのかね正直私ワイプの方にしか目がいかないですまずいですよねこれねいやマージャン対局解説としてはね,いいね <laughs> はい。ただあのー、確かにそういう一コメあるんだけどマージャン自体も素晴らしい戦いでした面白かったですよね特にえー 脱がない宣言までいかないまでも勝つことを宣言していたあの日野さんの勝ちっぷりがね最後もトップにかかわらず天敗を維持するところあたりが素晴らしいなと思いいましたや実際1枚も脱がずにねこの1回戦を終了しましたのでほぼだって彼女しか上がってないですよ前半はね。そうですねしかも上がれる流局もありましたけどほぼそれも上がれるような照でしたからね。 さあそれではトップを取った日野さんに来ていただきました、はい、おめでとうございます いや強かった本当にあの宣言通りもガチでねあとはトイン局ね高見一つもらったピンフィペイコンもあれどのリアンピン勝負してですからねそうなんですもうどうしようどうしようって思ったけどもう決めちゃえっていう気持ちではいきましたねで次はね流局なんですがここも難しい選択でリアンウワに取るか数ワンと初のシャンプーに取るかあれやっぱ高見追求はいでもあれリアンウワン取ってるとあれも上がってるんですよそうなんですよね ところが次の一本番のペン三品思いっきりよくリーチいってねそこもしっかりと上がりを取って,っていっだから後継もいけるし <laughs> 勝負手は具形でもいけるんでんでただちょっと残念だったらあのウッパーはメンタンピンドライチあれ結構上がれそうな雰囲気だったドラの嘘も引いてねさあいるのかどうだあ<ー>あ惜しい さあただトップを取ったご褒美ということで、はい、これから30秒間 PR タイムがありますので、はいはい、日野さんもう存分に PR していただければと思います。はい、それででは、タタイムスタートです。 私が出演している「ぴよぴよ乙女マージャンスクール」という番組があるんですけれどもえっとフレッシュとニコニコ生放送の方でやっててマージャンを初心者の女の子たちがえっとプロの方に教わるっていう番組なんですけれども一から全部もう「はい」の読み方とかまで最初から教わっててで今はあの点数計算をやってて。 はい、すごく楽しい番組なので見てください <laughs> さあということで PR タイムも終わりました、はい、ということでこれで1回戦が終了ということになります次回の2回戦はドレッシー対決ということになりますので<ー>ぜひそちらも楽しみにしていただきたいと思いますそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさようなら。さようなら 1>, 1回戦で圧巻の強さを見せつけた日の前彼女の快進撃を阻むのは誰なのかそして視聴者待望のポロリの瞬間が訪れる2回戦ドレッシー対決お楽しみに